本日この地獄のルドーを一緒に遊んでくれる皆さんをお呼びしてまいりましょう。なんだかんだ一緒に遊ぶのが久々です。僕の彼女、二次三次所属、星川さらちゃん。どうもーこんにちはーす。半年間放置された彼女の星川さらでーす。星川めっちゃ久々。怒ってる。お願いします。半年間も放置しましたっけ僕。まあ、正確には半年以上放置されてましたけど。え、そんなに放置したっけ。うわ、覚えてない。最後に遊んだの何月だと思ってる。え、わかんない。え、先月ぐらいじゃね。え、先月ぐらい遊んだよね。うわ、もう最低。別の女と間違えてるんだけど。どの女。え、なんか黄色い頭の女と遊んだ気がするけど、星川じゃなかったっけ。どこの女だよマジで。え、わかんない。マジ放置彼女されてんじゃん。笑い事じゃないから。マジか。いや、ごめん。いや、でもなんか LINE たまにしてたからさ、ね。確かに。いや、しかも、星川もほら、なんか APEX で忙しそうだったし、ね。僕もほら、APEX できないから。全然彼氏のこと優先するけどね、話しかけてくれたら星川。いや、本当に。いや、でもなんかね、APEX頑張ってる彼女を邪魔したくないじゃん。連絡して。まあ、今日はね、あの星川の好きな人いっぱい呼びましたんで、これも詫びですよ。なんだったら。ありがとうございます。ではでは、じゃあ、続々お呼びしてまいりましょう。はい、星川さらに愛されている女、二次三次所属、群道美玲ちゃん。はい、二次三次所属バトル YouTuber の群道美玲ですけれども、もしかしてこれは、千葉喧嘩に呼ばれてます。なんか、いや、そんなことはないですよ。え、あの、聞いてたんですけど、なんか私、なんか、詫びの品として今回用意された。いや、なんか、群道先生出しとけば、はい、まあ、とりあえず星川は満足するんじゃないかっていう説があって。くそ、ちょっと待って、私、帰るんで。帰んないで、帰んないで、帰んないで。帰んないで。そう思う、先生。そう、星川が喜んでるから。いや、でも星川も私のチャット無視してますからね。え、そうなの。じゃあ聞いて。全然よくわからん。テレビに映ってる女送ってきて、これめっちゃ星川に似てないって言ってきてる。めっちゃ似てたんだよ。どうでもよ。どうでもよくないこれ。すげえどうでもいいわ。思ってるどうでもいい。波が泣きそうなんだけど、マジ。じゃあ続いてお呼びしてまいりましょう。2日連続で遊びに来てくれました。二次三次所属、神田翔一さん。はい、どうも、神田翔一です。よろしくお願いします。え、この神田さんめっちゃ新鮮なんだけど、なんか、あの、群道先生だとこういう感じなんだね。あ、なるほどね。うん、いや、なるほどね。いない時しか呼んだことないから、こういう感じなんだ。え、めっちゃドキドキする。え、いつもちゃんとやってくれる。あ、ちゃんとやらない感じ、すげえ。やれやれ系なんだよね、このやれやれ系。やれやれ。なるほど。まあ、やれやれ。なるほどね、なるほどね。どうもやってやりますか。空気うめえな、星川今日。空気うめえな。声がキモい。止まらん、マジで。どうも、神田翔一です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いつもこういう感じでちゃんとやってくれるんですけどね。ちょ、なんだかんだで、あの、軍艦二人をセットで呼ぶの初めてなので。そうだね。うん。なんか、待ち合わせ中に どこまで、あの、軍艦でハスハスしていいのかっていう、ちょっと確認は取ったんですけど。持ち悪かった。いや、なんかさ、いや、なんか、あの、カプチューだから、その、やっぱりこう、はいはいはい、男女二人仲いいの見るとさ、ね、星川さん気持ちわかるでしょ、こう、ハスハスするじゃないですか。いや、しょうがないよね、ホスタ。そう、それはもう仕方がない。そう、ホスタだから。発作だから仕方がないんだけど、なんかあんまりいじりすぎると嫌われるかなっていうね。いそうなの。さっきも本当に始まる前に、うん、いや、ね、軍艦、あの、軍艦ってどれぐらい、いや、でも嫌われたくないんだよねって言ってた。マジでキモいと思って。あんまりいじりすぎるとさ、なんか嫌がるかなと思って。はい、ということで、まあ、今日はね、本日はこのメンバーで地獄のルドーに挑んでまいりましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、これ、群道さんぶっ飛ばせるんじゃない。ああ、もうだるい。まず、もう話しかけないでほしい。もうマジで。とりあえず、まあね、やっぱやっとかないといけないなって感じで。ああ、だるい。マジでだるい。ああ、だるい。気持ち悪い、マジで。死ね、マジで。うわ。なんか、今なんか、アマゾンの奥地の鳥みたいなのよ。いたね、今ね。うん。いや、空気うめえ。ごめん。いや、うまいよな。ほら。これはさすがにこっちだな。生まれて、二人の間から。はぁ、言ってることやべぇ。気持ち悪い。なんでもないです。病気だな、もう。カプチューの末路。あぁ。ごめん。次のコラボ。あぁ、切れてるよ。ごめんなさい。やっていいこととやっちゃいけないこと。考えな、ほんと。一個しかなかったんです。しかも怖い。あぁ、いや、でも群道先生もう一個ありますよ。いや、先生、ちょっと何
にね、聞きたい。聞きたい。嫌なの聞きたい。え、マジで、マジでチャット無視してごめん。ほんとに。私でも泣いたよ、本当に。さあ、わかった。あの、ここ、神田さんとの結婚指輪一緒に選ぶから、お願い。オッケーオッケー、じゃあこのまま行くね。いや、これは妥当。妥当だよ。妥当なんだよな。いや、だから、やった！お、いいね。私今すぐ踏み潰してやる。あ、残念。あぶねえ。間入ってきた。間入ってきた。間入ってきた。お前、軍艦がないで入るんじゃねえか、邪魔だよ。入るな、マジで。どけや、マジ。おとりしてんぞ。軍艦がないで入んな。軍道とコラボ久々なんよな、なんだかんだで。いや、ほんとに1年ぶりぐらい。え、そんなにちょっと。いけ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 、殺せ。軍道先生って結婚してる？しないね。それなら踏みつぶせ。なんて。あああ、女の子とかする。やめて、別のやつでしょ。いや、さすがにさ、4つ出してんのはダメだって。いや、別のやつでしょ。ダメだよ、やっぱ。あー、もうまず話通じねえ、まず気持ち悪いな。たまらー。1年把握。夫婦喧嘩仲いいね。いやー、神田くんもう一回だよ。あ、ほんとだ。神田くん4。よっしゃ。あ、あー、どうしようかな。わかるよね。いや、でも動かせないよ、それ以外。動かせない。ああ、仕方ないな、すごいな。もう仕方ないかな。しない。いや、これしかないんですよね。仕方ないかな。まあまあ、ちょっと家から出過ぎだと思うので、ソーシャルディスタンスで。そうね。ちょっとね、皆さん外出しすぎなので。ああ、どうしよう。あ、いや、これしかないんですよ、コマが。さすがにちょっと2連続は。コマが、最後なのでごめんなさいね。あ、あー、玉木さん。コラボ誘っといてその態度どうなの？あ、すいません。すいません。ちょっと、最近甘やかしすぎたかもしんないな。ないよね、いくらなんでもね。二人に責められるのも、それはそれでオツですな。それはそれでオツですな。あ、バカ！いや、一つの玄関立ってる方が悪いよ。これでまたゼロなんだけど。え、これさ、押し返こっち行ったらどうなるの？これ。そしたら見逃したら、になりますね。つまんないよ、そんな。せっかくだから出すね。なんだよ、せっかくだからって。お前覚えとけよ。もう牛はいらん。牛しとこう。ああ、牛しとこう。やっぱこれしかないからね。あ、そっちも牛してる。してねえよ。踏みつぶしてんだ。牛してる。蹴っ飛ばしたんだ。気持ち悪。あら、殺せますよ。はい、2出せ、2! やめろー。マジで出してんじゃねえか、こいつよ。天才。もうやめ、やめだ、これ。やめやめ。もう終わり終わり。もう終わりだよ、こんなの。見たりしないで。え、ね、見て、ゴールしてる。やったー。もう38分経ってゴールしてない人いるってマジですか？え、やらないのかな、もう。誰のせいだ？おい。先生。ああ。先生。ああ、あれもだって余力ないよね。すまーん。ごめんよ。でも、お前が犬山たまきを殺してくれるってんだったら、思わない、これでも。殺してくれるよな、神田。いや、殺してよ。怖いよ、この夫婦。怖いよ、物騒すぎる。あ、来たー！つまんねえ、これ。マジでつまんねえ。このホスト、マジでクソなんだけど。マジで。何このコラボ、むし。意味わかんない。一人で気持ちよくなりたいならさ、CPU とやれよ。本当だよ、簡単でやってろよ。めちゃくちゃ言うやん、2、3時怖。どんどんスピードが上がっていくんだよな。かわいいボイスが、これは。あれ、赤字が抜け、あれ、お、待って、通信エラー出たんだけど。あ、欲しかったー。あー、嘘ー。あ、やべ、大変なことあんな、お前。ということで、通信エラーを出した星川さん。あー、マジかよ。よしよーし。どうしたの？そんなに不安そうにしちゃって。哺乳瓶にミルク作ってきたよ。ほら、